バーゴールは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名は、ニューイングランド沖に生息するベラカの魚バーゴールにちなむ。なお、退役から11年後に、スタージョン級原子力潜水艦19番艦として2代目、バーゴールが収益している。バーゴールバーゴールは1943年5月13日に、 コネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港した。1944年2月16日に J.A.L. キンズ夫人によって命名浸水し、6月12日に艦長ジョン・エムハイド少佐の指揮下収益する。収益後は太平洋艦隊に配属され、8月13日に真珠湾に到着した。9月8日、バーゴールは最初の紹介で、 南シナ海に向かった。サイパン島を経由した後、昇クに到着。10月13日、バーゴールは、北緯11度53分統計109度17分、北緯11.883度統計109.283度、11.883 10、11. 109.283のインドシナ半島沖で海軍徴用先進シューマルを撃沈した。バーゴールは南下し、 バラバク海峡方面に移動した。10月27日、バーゴールは北緯07度17分統計116度45分、北緯7.283度統計116.750度、7.283116.750のバラバク海峡南西沖で2隻のタンカーと4隻の護衛艦からなる船団を発見した。これは、 英手沖海戦に参加した島艦隊に対する補給のためにコロン湾に向かったものの戦況の変化に伴いスール海からブルネイに引き返す途中の補給部隊であった。バーゴールはタンカーに向けて魚雷を発射し、日報丸を撃沈し、五福島丸を撃破した。11月8日、バーゴールは60日間の行動を終えてフリーマントルに帰島した。 従順洋館病行12月2日、バーゴールは2回目の紹介で、南シナ海に向かった。この紹介では、機雷不施設も任務に加えられていた。エクスマスワンで、給油の後、ショークに到着した。12月13日夜、バーゴールは、北緯08度09分、統計105度40分、北緯8.150度統計105.667度、 8.150105.667のインドシナ半島、カモウ、三崎沖を、浮上航行し機雷布設の準備の最中、2隻の目標をレーダーで3万2000メートルの距離で探知した。バーゴールは作業を中止してこの目標に注目することとし、やがて目標が少しずつ見えてきた。この目標は、冷凍機械船での損傷を日本本土で行うべく開港される。 従順洋艦妙高と護衛と日本海港を兼ねていた駆逐艦上であった。バーゴールは浮上したまま妙高を攻撃する体制を取り、一方の妙高も距離12000メートルの位置に浮上するバーゴールの姿を確認した。バーゴールは浮上したまま妙高に対し魚雷6本を発射。妙高は魚雷音を探知してから回避運動に入ったものの、魚雷1本が 完備に命中したい派、高校不能となった。妙高は、手法と広角法で22号電弾を使用した射撃を実施し、手砲弾一発が、バーゴールの全部魚雷発射間室の左舷側に命中するが、不発弾に終わった。それでも砲弾は、バーゴールの艦隊を貫通し、耐圧区画に穴を開けた。もう一弾は、バーゴールの後方に落ちた。手砲弾命中により、 空気系統の管や電気回路が大きく損傷し、火災を発生させ、バーゴールは先行不能に陥った。ことに至って、バーゴールは病光に再度攻撃することもできず、応急修理の上司令部に救援を仰いだ。司令部からの命令により、バーゴールの小区近くにいたアングラーが、バーゴールの救援に向かった。2日後の12月15日に、アングラーは、 バーゴールとの会合に成功。一部の乗組員をアングラーに移常させ、ハイド以下のバーゴールの幹部は責任者として残留した。アングラーにはあらかじめ状況が困難な場合は、バーゴール上院を完全に移乗させた上で、バーゴールを自沈処分してもよろしいという命令も与えられており、実際に処分のための魚雷もセットされていたが、奇跡的にそのような切羽詰まった状況にならず、 またハイドがバーゴールを捨てることを潔しとしなかったため、バーゴールはアングラーの護衛のもと、フリーマントルに引き返すこととなった。カリマタ海峡、ジャワ海、ロンボク海峡と日本が未だ正海圏を放置していた。水域を浮上したまま無事通過し、12月20日に X マスワンに到着して、改めて紹介に向かうアングラーと別れた。12月23日、 バーゴールは21日間の行動を終えて、フリーマントルに祈祷した。妙高はシンガポールに退避し、そこで終戦を迎えた。1945年1月19日、バーゴールは3回目の紹介で、南シナ海に向かった。1月27日、バーゴールは、南位08度37分、統計115度39分。 何8.617度統計115.650度、-8.617115.650 の論目海峡で、第102号総会特務手を撃沈したと主張した。1月30日には、何08度26分統計115度40分、何8.433度統計115.667度、-8.433115.667、 の論北海峡でンを撃破したバーゴールは、ジャワ海海を経て南シナ海に入った2月7日バーゴーゴルは北緯11度53分統計109度22分、北緯11.883度統計109.367度、10 11.88309.367のカムラン湾港付近で南下してくる、非十三戦団を発見。バーゴールは、 先端右側赤から攻撃し、魚雷2本がタンカー東方丸の中央部と選手に命中したが、東方丸は沈没しなかった。他の魚雷のうち1本は、この後、北合作戦参加の戦艦ひなた、伊勢以下の艦隊を迎撃するよう命令を受けた。2月13日、バーゴールは、両艦ブロワーの隣の小区で艦隊を待ち構えた。やがて、艦隊が出現。 まずブロワーが至近距離から来撃したが命中しなかった。バーゴールは北緯15度34分統計110度50分、北緯15.567度統計110.833度、15.567110.833の地点でブロワーに続いて4400メートルの距離で魚雷6本を発射し命中音を一つ聴取したが、この攻撃は失敗に終わった。 2月17日、バーゴールは28日間の行動を終えて、スービックワンに帰投した。3月4日、バーゴールは4回目の紹介で、南シナ海に向かった。しかし、この紹介では戦果を上げることはなかった。4月17日、バーゴールは43日間の行動を終えて、フリーマントルに帰投した。5月12日、バーゴールは5回目の紹介で、 タイランド湾方面に向かった。5月30日、バーゴールは北緯10度44分統計99度30分、北緯10.733度統計99.500度、10.73399.500の地点で5隻のバージと2隻のタグボートを撃沈した。バーゴールはその後もタイランド湾で行動したが、6月13日にバーゴールは 北緯11度45分統計99度50分、北緯11.750度統計99.833度、11.75099.833の地点で味方が付接した機雷に接触、船体後部を損傷した。バーゴールは応急修理のため紹介を打ち切った。6月17日、バーゴールは37日間の行動を終えて、スービックワンに帰投した。 この後、バーゴールは本格修理のため帰国の途につき、1945年8月4日にポーツマス海軍造船所に到着。修理中に終戦を迎えた。なお、この間にバーゴールの艦長がトーマス系金メル少佐に変わった。金メル少佐は元合衆国艦隊圏太平洋。 艦隊司令長官ハズバンドキンメル提督の息子でロバロー艦長として行方不明になったマニングキンメル少佐の弟であった。マニングが行方不明になった後、合衆国艦隊司令長官兼海軍作戦部長アーネスト・キングの直々の命令により、トーマスを戦死の危険性が極めて少ない後方での陸上勤務に配置えした。これは、 長男を失ったハズバンドキンメルの心情を考慮したものと言われている。時が下ってトーマスに再び会場勤務の機会が与えられることとなったが終戦によりバーゴールがキンメルの指揮下で実戦を戦うことはなかった。バーゴールは第二次世界大戦の戦後で4個の従軍聖賞を受賞した。修理が完了するとバーゴールは1945年12月に 太平洋艦隊に加わり、その後も活動を続け1948年12月4日から1949年2月28日まで極東への巡航を行い、1950年6月10日に新珠湾を出港、大西洋に向かった。1950年7月11日、コネチカット州ニューロンドンに配置され、以降は大西洋艦隊と共に、 地中海の巡航を行った。1958年9月26日にバーゴールは出港し、10月9日に地中海に入り、15日にトルコのイズミルに到着した。同地で10月17日に退役する。バーゴールは同日付でトルコ海軍に対応され、官名はトルグドレースと改名された。バーゴールは1973年2月1日に、 アメリカ海軍から除籍され、2月15日にトルコ政府に売却された。トルグドレースはトルコ海軍での任務を続け、1977年に使用停止となった。その後、トルグドレースは1983年4月5日に除籍され、2000年4月にゴルジク海軍造船所でスクラップにされた。ありがとうございます。